がパンパンじゃないっすか、もう。あーまあ、今日の挨拶どうしよう。はい、突然のイントロクイズまで3、2、1。ではい、ということで皆さんおはようございます、ででございます。仕事なので準備をしていきます。 Get ready with me です。はい、ということでどんどん準備していくよ。もう梅雨に入ってきたから、もう天気悪くてもう毎日テンションが上がらない。洗濯もさ、ろくに干せないし、頭痛いし、眠いし、やばい。待って、本当にちょっと待って、寝起きすぎて頭が回ってない。喋ります私は。最近私感じることがあって、小さい頃私本当に短気だったんですよ。わがままというか気分屋というか、まあ今も気分屋ではあるんですけど、お腹すくとすぐに不機嫌になるタイプだったんですよね、小学校ぐらいの間。親も本当常に飴を持ち歩くぐらい気分の上げ下げが激しい人間だったんですよ。まあ今もまあ感情表現豊かな方ではあるんですけどね。でもなんか小学校は今にも増してもっとこうすごかったのね。もうあの子は大変だったね、もう本当に。もともとね、まあそういう家族とかには結構その怒るっていうか、結構こう感情表現が豊かなタイプだったんですけど、周りの人にはこうあんまり怒らないタイプというか、まあそもそもそんなに不満に思うようなことがたくさんあったわけでもないんですけど、イラッとしてもなんかこうあんまり怒らない系の人間なんですよね。っていうか、まあ怒ることはあっても黙るパターンの人で、でもなんか最近はね、それにより磨きがかかった感じがして、人に対してイライラしたり怒ったりしたくないんですよ。なんか怒るのって疲れません？まあ、もちろんその感情のね、メンタル的な負荷もそうなんですけど、直接こう指摘したりとか怒ることって体力もすごい使うじゃないですか。怒るということ自体に疲れ始めて最近諦めるようになっちゃったんですよね、いろんなことを。ある意味冷たい人間になったなって自分で思います。前なんだっけ、なんか記事かな、なんかで読んだんですけど、自分に対して怒ってくれる人ってその時間とか労力をかけてくれる人らしいんですよ。例えば自分に期待してくれてたり変わってくれるっていう相手の中の何かがあるから、そういう時間とかね、労力を使って怒ってくれるけど、逆に怒ってくれない人って怒るだけ無駄って思ってるみたいな、そういう感じの記事が書いてあって、でも私まさに今その状態なんですよね。極力疲れることをしたくないっていう気持ちが強くて、もともと相手には直接言わないけど心の中では実はちょっといろいろ溜め込んでるパターンの人間だったのが、最近もね、心の中で溜め込むだけ負荷がかかるってことに気づいたんですよ。どうせイライラしても相手に伝える方法がわからないから、溜め込むだけ自分の負担になるだけだなと思って、諦めるのが早くなったような気がしてる自分が。他の人とか周りに対して期待するのをやめるわけではないんですけど、期待はするけどそれ通りにうまくいかなかったら、あ、もうそこまでだなって言って結構諦める、見切っちゃうことが多くて、冷たい人間になったなって最近思ってます。アドバイスとかはもちろん言うけど、それを言っても別に変わらない人は怒って言ったところで変わんねえだろうなって思っちゃうことが多いです最近。もちろん人によってはなんか怒ることによって響く相手もいるとは思うんだけどね。なんか私は相手を変えること以上になんか自分が疲れるっていうことが先に来ちゃうから、なんか自分の心を平穏に保ちたくて怒ることがなくなりました最近っていうことに気づきました。そのおかげで最近、まあ、よく言えば落ち着きが出てきて、悪く言えばちょっと人間味が薄れてちょっと寂しいこの頃です。私多分人から嫌われるのが結構怖い人間なんですよね。だから相手のいいところを見つけたり、それをそのままこう口に出すことは全然困らないんですけど、それとは逆に相手に対する不満とか変えてほしい点とか、多分相手の意向に沿ってないんだろうな、でもこうした方がいいんだろうなっていうアドバイスとかをうまく伝えられなくて、嫌われる勇気がある人とか、相手から反対されるかもしれないけど俺はこう思うとか、ちゃんとそういうことを言える人ってもうすごいなって本当に思うんですよね。自分はこう思うっていうのをちゃんと意思表示できる人間になりたいものです。なんかもう仕事の準備しながらこんなこと話す女になったって思うとちょっと怖いですね、なんか嫌ですね。子供の頃のピュアな気持ちがどんどんなくなって感じがして嫌なんだけど、すごい
こう自分が接する相手の年齢も高くなってくるから必然的にコミュニケーションって難しくなってくるものなのか。ね、小学生相手だったらさ、これダメだよ、分かったで会話終わるけど、なんかそれこそ大学生とか社会人になっちゃったら伝え方によってさ、めちゃめちゃ失敗する可能性とかも出てくるわけじゃん。そうね、気づかれがすごい。人に気遣いすぎず生きれたら楽なんだろうなって思うけど、昔からなんか結構人の顔色とか伺っちゃう方の人間なので、気にするなって言われても難しい部分はありますね。なんか私、良くも悪くも人から全然怖いって思われないんですよ。怖いって思われないような顔をしてたりとか、あとこう性格的にも割とこういろんな人とすぐ仲良くなれるタイプなんですね。なのでなんかこう打ち解けるのは早いんですけど、威厳がないんだよ重みがないんだよね。そう、なんか何でも分かる。なんか部活とかサークルとかでも結構役職持ってた方の立ち位置だったんだけど、すごい尊敬される側の人間というよりはこう仲良くなる側の人間だったんですよね。このメンター的な、みんなと仲良くなる側の人間だったので、なんかそれに慣れすぎて、だから人から嫌われるの怖いし、自分の気持ちをこうちゃんと相手にね、必要な時に伝えられるかがわからないまま育ってしまったっていうのが最近の悩みですね。まあ、確かに22になってもなんかすぐ人に対してイライラして怒っちゃうとか、扱い大変って言われちゃうとかいうよりはマシかなとは思うけど、もともとのその感情表現豊かなところから怒るとかイライラするっていう部分を抜いちゃったから、なんか余計ヘラヘラ度が増したように感じるんですよね最近。よく捉えればゲラ、悪く捉えれば愛想振りまいてる人みたいな感じになっちゃってる気がしてて、それが最近の悩みですね。なんで私は仕事前にこんなさ、余計仕事に行きづらくなるような話をしているんだって今思ったわ一人暮らしとかだと本当にこういうことばっかり考えちゃうの。思考回路停止して何にも考えてないか、なんかこういうちょっと哲学チックなものというか、答えのないことについてずっと考えちゃうみたいなことがマジで増える。特に働き始めると余計増える。ノイロイン今日ちょっとうまくいったんですけど、そうで、私はなんかどちらかというと考えるけど、まあ、答え出ないからなんか途中でめんどくさくなって、もういいや何でもってなるタイプの人間だからいいけど、真面目に考えすぎちゃうことかは気をつけた方がいい一人暮らしの皆さん、いろんなこと考えますよね。話し相手もいないから自分の頭の中で処理するしかないんじゃないですか。まあ、もちろん、まあ、人によってはね、そのすごい友達に LINE するとかいう子もいると思うけど、あんまりこう LINE とかを頻繁にする人間でもないし、どんどんねこういう難しいことばっかり考えてって、でどん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 冷静になってって、可愛い心がどんどんなくなっていきます。なんか心配性の人とかは本当に一人暮らし気をつけた方がいい。いろんなことを考えすぎて多分すごい気がめいっちゃう気がするから。まあでも逆に言えば、なんか私って今までいろんなことに追われすぎて、あることについて深く考える時間とかがあんまりなかったんですよね。でもなんか今はこういう時間が増えたので、まあ、自分とか周りとかと向き合う時間が増えたって意味で言うと、まあ良かったのかなと思います。だし私は結構まあ一人暮らし好きなんで、こういうことを考えてることも別に苦じゃないし、人間おもれえなと思ってるだけなんですけど。そう、まあでもとりあえず、ね、めっちゃゴロゴロ鳴ってんだけど、何今日雷。そうでもとりあえず最近ね、その人に怒ることがめんどくさくなって諦めることと人に期待しないことを覚えて、ちょっと自分が悲しくなったっていう話でした。リップ塗ろう。先生さ、リップ塗らないだけでさ、顔色すっごい悪く見えない？どうだ、リップが濃いから余計印象変わりますね。今日ちょっと雨だからな、髪の毛巻いてもどうせ落ちるんだよな。ちょっとだけ髪の毛巻いてこようかな。まあストレートでもいいけどね、今日割となんか順調なストレートなんで、ストレートでもいいんだが、ちょっとだけ巻いていきたいと思います。ということで、はい、軽く外巻きしてきました。いや、水曜日なのでね、まだ週の中間なので、今日含めてあと3日頑張りたいと思います。雨がやだ、もう梅雨、なんで梅雨なの、もう早く雨やんでほしいんだけどさ。皆さん毎日お疲れ様です。もう私もお疲れ様です眠いし、なんか今日コンタクト乾燥して目カッピカミなんだけど、ちょっと今日は濃いめのリップなのでね、気持ち強くいきたいと思います。ということで今日もね、私の雑談というか相談というかお悩みというか
なんだかよくわからんけど、とりあえず聞いてくださりありがとうございました。はい、オープニングの謎のイントロクイズ、気になる方はちゃんとエンディング後まで見てくださいね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もし今日の動画がいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価、またサブアカウント、 Twitter およびインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。行ってきまーす。ね、今気づいたけど後ろのベッドめっちゃ汚いじゃんね。ごめんなさい、ちょっと汚いとこ見せちゃって、もう。でキズネないよ、誰も邪魔できない、体中に風を集めて巻き起こせ嵐、嵐 for dream。 ラップがわかんない。